学南藤岡駅は、静岡県富士市藤岡にある、学南電車学南線の駅である。駅番号は、GD07。駅ホーム研修設備駅構内に留置されていた5線、軽電車島式ホーム1面2線を有する地上駅。高校生の利用客が多く、通勤通学時間帯にのみ駅員が配置される。窓口営業時間は、平日の7時9時20分。かつて、 当駅から東海電化工業富士工場への専用線があったが、現在は撤去されている。また、広い化学工業富士工場の貨物取扱いも行われていたが、これもすでに廃止されている。駅構内には、研修設備の他に側線があり、かつて貨物輸送などで活躍した電気機関車4両が留置されている。過去には5000系も留置されていたが、2008年7月頃に、 解体処分された。静岡県統計年間によれば、1日平均の乗降人員は以下の通りである。昭和60年版私有化車番号表、トワイライトゾーンマニュアル13年コッパブリッシング、2004年2021年8月21日には、校内に留置されている電気機関車4両を保存、展示する、学鉄機関車広場が開園する予定である。 東駅付近の踏切の軽音機は、学南江能駅と同じく伝令式となっている。ありがとうございます。